いやなんかすごくスッとした感じだと、なんか若返った感じがね、もう60になったんですけども、もう12年前で、当時48だったのかな、はい、体重も軽かったんでね、胴上げしてもらった時も選手は楽だと思う今だったら大変だと。いやそうですね、今日ちょっと雨がねばらついてる中でね、大勢の方に来ていただいて、それとやっぱりよくご存知でね、詳しいですし、なんかあの喋ってて非常に楽しかったですね。はい、なんで頭の中でも鮮明に当時のことがね、蘇ってくる感じでね、非常に楽しかったです。そうですね、関西で、まあ、パ・リーグで唯一のね、球団ということでね、成績は今悪いですけども、ぜひ頑張ってもらってね、で頑張るっていうのも、やっぱり選手はファンの方が球場に来てもらってね、満員の中でやると非常にいいパフォーマンスできると思うんでね、ぜひ皆さんでね、足を球場に向けて、応援してあげればね、もっともっと成績上がって優勝も夢ではないというふうに思ってますんで、皆さんで盛り上げてください。よろしくお願いします。それでは皆さん、いよいよタイムワープです。2001年9月26日に皆さんと一緒にタイムワープしたいと思います。梨田監督にご登場いただきましょう。どうぞ。ゲストでお迎えいたしました。盛大な拍手をお送りください。ありがとう。